彼女性セレブと比べても全く引けを取らない美しさは YSL ビューティーにとって理想的なアンバサダーであることを示しています。脅威の自立、紫テルさんがスタッフなしでイベントに挑む、世界中で愛されるスター、紫テルさんが最近の活躍で注目を集めています。彼は以前は日本国内での活動に焦点を当てていましたが、最近では国際舞台でも輝きを放ち、その存在感を示しています。 彼の成功は、単なる数字や売り上げだけでなく、彼の人柄や魅力にも根ざしています。パリや香港などでのイベントでは、以前は複数のスタッフがサポートしていましたが、最近のイベントでは彼が一人で会場に入場しました。それでも、彼の品格や態度、振る舞いには変わりがありません。彼は自信を持ちつつも謙虚で、国際舞台でも堂々と振る舞っています。 YSL Beauty のアンバサダーとして活躍する紫テルさんは、インフルエンサーとしての成功や売り上げの実績だけでなく、その美しい容姿も称賛されています。彼の女性セレブと比べても全く引けを取らない美しさは、YSL Beauty にとって理想的なアンバサダーであることを示しています。彼はインフルエンサーとしての数字や売り上げ実績だけでなく、美しさにおいても女性セレブたちに引けを取らない存在です。 そのお肌は輝きを放ち、YSL ビューティーにとって完璧なアンバサダーと言えるでしょう。彼の美しさは過去に類を見ないもので、繊望の的となっています。他のボーイズグループでは、化粧が不自然に濃かったり、メイクによって肌色が浮いてしまい、逆効果になっているケースが多く見受けられます。しかし、紫輝くんの場合は、すっぴんでも美しく、程よいメイクを施せば一層輝きます。 彼はまさに国宝級の存在です。彼の肌の美しさは特筆すべきものです。多くのボーイズグループでは、化粧が不自然であったり、肌の色合いがメイクで不自然になることがありますが、紫テルさんは自然な美しさを持ち合わせています。彼のメイクは程よく、すっぴんでもその美しさが際立ちます。彼の外見だけでなく、内面の美しさも彼を特別な存在にしています。一方で、彼には改善の余地もあります。 彼の英語力や自己アピール力についてのコメントもありますが、これは彼の個性の一部とも言えます。彼の内向的な性格や謙遜は彼の魅力の一部であり、そのままの彼で十分に魅力的です。ただし、国際的な活動を考える上では、外国語やコミュニケーションスキルの向上が求められるかもしれません。最初は大谷選手も英語ができないと馬鹿にされましたが、今ではその姿勢に尊敬の念を抱いています。 紫テルさんの活躍はファンにとって大きな喜びです。彼の姿を見るだけで心が躍り、彼の笑顔は魅力的です。彼はファンにとって対応であり、宝物です。彼の健康とメンタル面には十分な配慮が必要ですが、彼の活躍によって私たちの日常に幸せをもたらしてくれることに感謝しています。紫テルさんの活躍は単なるエンターテイメント以上の意味を持ちます。彼の成功は、 日本文化や芸能界の枠を超えて国際的な注目を集めることで日本全体の魅力を世界に広める一助となっています。彼の存在は若者だけでなく様々な世代の人々に希望と勇気を与えています。また、紫てるさんの活動は多様性と包括性を促進する役割も果たしています。彼の成功は国籍や文化、性別に関係なく 個々の才能や努力が世界に認められることを証明しています。彼の存在は多くの人々にとって自分の夢を追求する勇気を与えています。最後に紫テルさんの活躍はポジティブなメッセージを広める役割も果たしています。彼の笑顔や明るい姿勢は人々に希望を与え日常の中に幸せを見出す力を与えています。彼の成功は努力と情熱が報われることを示し、 人々に前向きな気持ちを持たせてくれます。紫テルさんのこれからの活躍にも期待が高まります。彼の成長と成功は多くの人々にとって励みとなり未来への希望を与えてくれるでしょう。彼の存在は世界をより良い場所にするための一石を投じていると言えるでしょう。